県では尾道人海町本社で今日午後岩見平蔵会長の車葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、岩見造船がその難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですが、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとな。コシミス、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。戻れるな。かかってくんならそん格好で来いや。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。誰か。坊ちゃん、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。
でこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに手切りましたんだ。なめてんだ。人を超える野心と抑えきれない力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きる。この俺の才能に私は気づいていたはずなのにな。伝説の国土クドスタケルの名は俺が名乗るべきだな。銃数える前に立て。出なきゃ女を殺す。知らせてやるぜ。ふざけるな。今見た。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。
残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ。岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしておけねえ。全部ここで終わらしてやる。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極端の世界に仇を巻き込む外道だ。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。くそ。
くも桐生の兄貴を。キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。三つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。染谷が。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。まさか清美さんが無事でおってたの。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水も何か感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろう。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のこと頼むな、高志は。松永の兄貴も沖縄に行ってもおったしでな、ゆうた。はるかちゃん。もちろんあるともじゃ。
桐生の兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。部署出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで、四代目の首取られた言うて若い衆が生きりだった。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする。6代目クルス武雄は死に、息子の岩に次をもぶち込まれた。腰水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。何や、今が広島への攻め時や言いたいか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはず。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、お前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前にさまざまな親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると堅くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない。彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも東条会の四代目だった。
六代目としてお前を登場会に引き込んだのも俺だ。大悟、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大悟を男と組み込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場会の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の敵を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大悟。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。ギルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に越えるべき親の背中を見た。立派に親やってやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね、ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生様のことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。不可解にもすぐ火葬にされちまった。桐生には遺族がいない。あの日俺は遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらいますよね。
足形、大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんた。私は政治家としてのいろはを全て大道士先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身がもたんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見つねよ、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの燃えるってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？
その条件のも。くそ、なんでお前ばっかりこんな。頑張れ。